最初は仰向けから始めていくんですけれども、今回椅子に座りながらできる運動をご紹介いたします。椅子に座りながら、姿勢を保つ大事な筋肉を鍛え、それと、怪我の防止につながる柔軟性を高める動きを行っていこうと思います。使っている筋肉を意識して、呼吸を大事にしながら行っていきましょう。はい、それでは仰向けになっていきましょう。仰向けになったら手は体側で、この時肩と耳の距離遠ざけて、ここで深呼吸していきます。吸って吐いて、吸って、肩の無駄な力を抜いて吐いて、吸って、吸うときは必ず鼻から吸っていきます。吐いて、吐くときは口からでも結構です。吸って、吐いて、吸って、吐いて、では顎下の筋肉を使うトレーニングを行っていきます。サービカルノットです。肩と耳の距離遠ざけて、肩しっかりマットにくっつけましょう。吸って、視線は天井、吐いて顎を引きます。首の後ろが長くなっていくのを感じましょう。吸って首の力を抜いて、顎は自然な高さに。吐いて顎を引いて、顎下、首の前の筋肉を意識していきましょう。吸って元に戻す。吐いて、吸って、で今度動きを加えていきます。吐く前、顎を引いてから吐くときに頭を1センチ浮かせます。首は丸めないように、首の後ろの長さを保ったまま、顎は引いたままです。 OK だ。もし顎が上げたときに上がってしまう場合であれば、頭浮かさなくていいです。顎下の筋肉を鍛えたいので、しっかりとね、効かせてあげましょう。あと3回いきます。顎引いてから吐いてアップ。辛い方は頭上げなくていいです。吸ってリラックス、顎引いてアップ、戻す、顎引いてから吐きながらアップ。 OK だ。顎下の筋肉効いてきたのではないでしょうかね。そしたら膝ちょっとね、上げていきます。で、リブケージアームズ、肩のね、力抜いて肩をほぐしていきます。吸う呼吸万歳で、吐くときに肩と肋骨浮かないように床に両手を這わせていきます。吸ってアップ、吐いて、吸って、吐いて、あと2回、吸って、吐いて、肩が浮かないようにしっかり肋骨と肩甲骨、肩マットについたのを意識しながら手を回し下げていきます。 OK です。ではゆっくり体を右に傾け、両手で床をついて、頭が最後になるように起き上がっていきます。それでは椅子を使っていきましょう。はい、それでは椅子に座っていきます。今回はね、ちょっとタオル使っていくんですけども、タオルがない場合でも大丈夫です。まずは、背骨動かしていきます。右手をしっかりとね、椅子捉えていただいて、左手上げていきます。吐く呼吸で右に体を倒して、はい、右の肩下げていきます。姿勢なるべくね、左天井方向を向いて、そのまま深呼吸。右の肩下げましょう。お尻は両方椅子についている状態で、吸いながらぐーっと背骨伸ばしながら戻していきましょう。はい、そしたら左手、椅子を支えて、右手上げて、吐いて遠く、
視線は右天井方向をなるべく向いていきましょう。吸う呼吸は右の胸の広がりを感じて、吐く呼吸左の肩下げていきましょう。それでは背骨伸ばしながら戻していきます、はい、では両手後頭部、胸を胸肘開いて、吐く呼吸溝落ち引き込んで、顎は胸に寄せていきます。背骨丸めて吸って胸開いて、肘も広げて胸の開き大きく感じましょう。吐いて吸って背骨反らしていきます。 OK、 では背骨まっすぐにして手を解放します。そしたらタオルを使っていきましょう、ね、首にかけられるタオルなんですけれども、両手持っていただいて万歳。そのまま肘を下げていく、吸ってアップ、吐いて肘下げる、吸ってアップ、吐いて肘下げる。この時、背中の後ろで肘と肘を合わせるようにしていきます。吸ってアップ、吐いて、吸ってアップ、吐いて、あと5回、吸って吐く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 、うん、OK です。では解放しましょう。では、ね、タオル一度置いていきます。そしたら、吸う呼吸また手を上げていきます。吐く呼吸、ごめんなさい、反対ですね、左手右膝の外側、右手後ろ、肋骨のねじれを感じて深呼吸、吸う呼吸胸の広がりを感じて、背骨長く保ったまま吐いていきましょう。吸って吐く、ではゆっくり戻していきます。では反対、吸って背骨伸ばします。伸ばした背骨を保ったまま左にツイスト、右手は左膝の外側、左手椅子の後ろを支えて深呼吸、吸う呼吸胸の広がりを感じて、吐く呼吸は背骨を長く保ったまま吐き切りましょう。吸って吐いて、吸って吐いていきましょう。で、繰り戻していきます。はい、それでは、もも、体の大きい筋肉、一番大きい筋肉、ももを使っていきます。両手は椅子を支えて、なるべく上半身は背骨を長く保ったまま、しっかりと体幹の筋肉を使って行っていきます。吸って吐く呼吸で右もも上げていきます。ふー、この時背骨丸まらないように、なるべく丸まらないように注意。吸ってダウン、吐いてアップ、吸ってダウン、吐いて、下腹部とももの筋肉意識、ダウン、吐いて、ダウン、吐いて、吸ってダウン。あと5回、余裕あればアップした時にすねまで膝伸ばしちゃう。 OK、 ダウン、アップ、余裕あれば足を伸ばしきる、ダウン、アップ、伸ばしきる、ダウン、あと2回、伸ばしきる、ダウン。伸ばしきるのつらかったらももだけでもOK です、はい、では反対、吸って吐く呼吸アップ、ダウン、吐いてアップ。背骨は長く保ったまま、下腹部ともも前面の筋肉をしっかりと意識していきましょう。
余裕あればそのまま吐く呼吸、膝伸ばしきる。辛かったらももだけ上げるだけでも結構です。腰丸まらないようにグッと開けです。そしたら今度は今前に伸ばしたんですけども、今度はかかとを椅子の裏面にくっつけるように動かしていきます。背筋は保ったまま、お腹少し緊張状態、吸って胸広げて、吐く呼吸かかとをぐーっと寄せる。吸って吐く呼吸かかとをぐーっと寄せる。吸って吐いてかかとをお尻椅子の裏に寄せる。この時ももの裏側の筋肉を意識していきましょう。吐く、伸ばす。呼吸と動作連動させます。あと3回。しっかりと使っている筋肉を意識して。 OK です。では反対の足も同じように行っていきましょう。かかとで椅子の裏側を蹴り上げる、もしくは触るようにぐーっと寄せて、ももの裏側の筋肉を意識していきます。で、下腹部しっかり緊張状態しておきましょう。あと、4回。しっかり意識です。意識することがとても大事です。ラストいきます。吸って吐いて、はい、 OK です。結構ね、なかなかももの裏側の筋肉を使うっていう機会がないので少し効いたんではないでしょうかね。では今使った筋肉を伸ばしていこうと思います。右の足、椅子にちょっと浅く座っていただいて、はい、かかと出していただいて、で上半身前傾させていきます。でなるべくこう背骨、胸を押し寄せるのではなくて、背筋をまっすぐして骨盤を倒していく意識を持ってみてください。そしてかかとを押し出して、つま先をしっかりご自身の 方向に向け、ももの前面使っているのを少しちょっと意識してみましょう。そうするとね、より足の裏効率よく伸びていきます。深呼吸、あと大きく一呼吸。深くね、いけるとこまで行っちゃっていいです。心地よい伸びが感じられるところまでですね。OK です。では今度反対の足も同じように伸ばしていきます。足を椅子に浅く腰掛け、かかとを押し出す。つま先しっかりご自身の方に向けて、骨盤から前へ倒れていく。ももの前面少しキュッとね、スイッチオンにして、足裏全体の伸びを感じていきます。で、心地よい伸びが感じられるところまで上体を落としていきましょう。大きく深呼吸。OK です。ゆっくり戻していただいて、では、椅子に座って OK です。では、両足ブランブランさせて、では足裏グチョキパいきます。グ
チョキ、パ。しっかりグーッと握って足裏の筋肉を意識。チョキ、パ。しっかり指一本一本開くように。で、今これ動かなくても、しっかりと信号を送ってあげる。今動かなくても毎日5回でも10回でもやる時間を与えてあげれば、1ヶ月後必ず動くようになっておりますので、ぜひ動かない方は毎日トライしてみてください。で、疲れない足作りにとても効果的です。はい、OK です。では、また、足を楽にしていただいて、今度は両手前習いしていきます。お腹の筋肉を鍛えていきます。背筋まっすぐにしながら吸う呼吸で後ろ。吐いて前。吸って。吐いて前。吸って。この時に肩で後ろに行こうとしない。こう腰が反れてしまうので、しっかりと肋骨で後ろに行く。前。なので少しね、お腹使われているなって場所で結構です。ふう、あと5回、肋骨で後ろに行く。あと3回、吐く呼吸で前。肩で後ろに行かない、肋骨みぞおちで後ろに行きましょう。ラスト OK です。では今前の筋肉鍛えたら、今度横を使っていきます。では手を大きく開いていただいて、で右手遠くのものを取るように、で遠くのものを取る感じにまで位置まで行ったら、この左側の脇腹意識しながら戻す。反対、左のものを遠く取るイメージ。じゃ右からあと4回攻めていきましょう。遠くものを取って、左の脇腹意識で戻す。遠くのもの、左の脇腹意識して、ふう、戻す。あと2回、遠くのものを取るように、ふう。ラスト、遠くのものを取るように、引かせて、はい。今度反対。遠くのものを取るように、4回いきます。ふう、戻す。吸って遠くのものを取るように、右の脇腹の筋肉意識して、ふう。遠くのもの、ラスト、聞かせて、よいしょ、 OK です。では今度は両手前ねじっていきます。背筋まっすぐにしていただいて、胸の前にこういう四角い長方形の形を作っていきます。このまま吸う呼吸、背筋をまっすぐ伸ばしてねじります。ふう。でねじるとき肘でいこうとしない。そうするとね、こう平行四辺形になってしまうので、しっかりね正方、長方形のまま肋骨をねじる。前ねじる、45度ぐらいですね。肩でねじるのではなく肋骨でねじる。吸って吐いて、吸って吐いて、背筋はまっすぐ上へと伸ばしておく。お腹周りの筋肉を意識しながら肋骨を動かしていきましょう。OK です。でこれを何回か繰り返したら、今度はお尻の筋肉ね、ちょっとほぐしていきます。右の足4の字で、そのまま吸って吐く呼吸で上体を前に下げていきましょう。右お尻からももの側面の伸びを感じていきます。心地よい伸びを感じて。お尻の筋肉固まりやすいので、1日1回でもいいので、このようにしてほぐしてあげてください。座骨神経痛にもとても効果的です。OK です。ではゆっくり戻していただいて、反対同じように、4の字作ります。大きく吸って背筋を伸ばして、骨盤前傾、上体を前に倒していきます。左お尻の心地よい伸びを感じながら、深呼吸を繰り返していきましょう。
っくりと戻して、じゃあ大きく深呼吸、吸って伸びて胸開いて吐く呼吸だらん、頭下げて顎胸に寄せる、ふうゆっくり背骨一つ一つ積み上げて頭を起こして、はい、これで、お椅子に座りながらの運動を、終わりにしたいと思います。ではお疲れ様でした。